美容系 YouTuber っぽくアフレコで撮っていこうと思うんだけどどうかな。私がジャスミンになる物語なんてどう？見たくない？特別に見せてあげる。忙しいの？たったの2時間で終わるから見てってよ。プリンセスジャスミンは綺麗な瞳が特徴的。ほう、わかるわかる。メイクって緊張するよね。頑張れ私。痛い。まずはじめにベースメイク。私はいつも通りやります。肌のトーンが明るめの方は小麦肌にしていきましょう。私は基本的にブラシ、スポンジ、画期的なものは使わない原始人スタイルです。この鏡かわいいでしょ。あげないよジャスミン。ほらね、すぐ手で伸ばす。ビューティーブレンダー買ってよ。なんかムズムズする。誰がこんなドッキリ仕掛けたの？何が入ってるのかな？まぶしい！ブンパカプ、ブンパカプ、ブン。そこにはしなくていいんだよ。よし、見ててね。うわ、痛い。次はお顔に凹凸をつけていきます。オーマイガー。シェーディングカラーを鼻筋にしっかりとなじませていきます。次はハイライト。鼻筋、鼻先、顎、おでこもちょっとね。ばあ、わあ。次は眉毛をやっていくよ。ダイソーのアイブロウペンシル大好きなの。ジャスミンのような凛々しい眉毛にしていきます。眉頭はちょっと待ってね。どう？ジャスミンみたい？次はこの黒いアイシャドウで眉毛を完成させます。眉頭もしっかりとね。なんかアラジンみたいじゃない？なんですって。次はこのブラウンのアイシャドウをまぶた全体につけていきます。目の下にもつけていきます。涙袋までしっかりとね。わお、すごい。次はその下の濃いブラウンを二重幅の線に沿ってつけていきます。ジャスミンのように彫り深く見えると思います。どう？あたし綺麗？ゴールドのアイシャドウをまぶたの中心にトントントンとつけていきます。立体感が出てくると思います。左上のハイライトを目頭につけていきます。次はみんなお待ちかねのアイライナー。こんなことしたらダメ。アイライナーって緊張するよね。ジャスミンのようなキリッとした跳ね上げラインを引いていきます。目頭までね。切開ラインも引いていきます。本当にちょっとトゥトゥって OK です。わお、ナイスキャッチ。次はブラウンのアイライン、目の下にも引いていきます。やっぱり目大きくしたいじゃない？慎重に慎重にね。わお、ジャスミンの目にそっくり。次はマスカラ下地を塗っていきます。上まつげ、下まつげ両方つけていきます。パチパチン。次はチーク。マスカラ下地がまだ乾いていないので先にチークをつけていきます。茶色いやつを頬骨のところにつけてできるだけ小顔にしていきます。次に赤いチークをつけていきます。とってもいいわ。オレンジのチークもつけていきます。やっは、私オレンジって大好き。次はマスカラよ。シャキーン。このマスカラ大好きで何回もリピ買いしてるの。何回もしてないか、2回か1回ぐらい。その顔やめて。だからやめてって言ってるでしょ。わお、私じゃないみたい。ハートがちょっと汚れてるわ。パッ、わお、またハイライト。あご、鼻筋、鼻先、頬骨。なんか忘れてるよね。たったら。リップちゃん。まずは赤いリップを塗っていきます。綺麗になれ、綺麗になれ。まあ、
その次に暗めの赤リップを塗っていきます。もっとセクシーな唇にしてあげないとね。ずっと喋ってたからさ、喉が渇いてきた。あれ？ビューラー。最後はまつげをしっかり上げて完成です。ああ、私をジャスミンにしてお願い。わあ、びっくりした。すごい。わあ。あれ？でも髪型が。そんな時はズボンウィッグ。誰でも簡単にジャスミンになれますよ。3、2、1。わあ、本当にびっくりした。あ、扇風機？マジ現実。あ、目乾いた。カラコンって目乾くよね。はい、ということでこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくね。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。